ウェルズリー大学は、マサチューセッツ州ウェルズリーに本部を置く、アメリカ合衆国の私立大学である。1875年に設置された。ヘンリー・ファウル・デューラントと妻のポーリーン・ファウル・デューラントにより、1870年に設立。大学のミッションは、2プロバイドアンエクセレント・リベラル、アーツ・エデュケーション・フォー・ウ m メン・フー・ウ w ル・メイク、A ・ディファレンス・イン・ザ・ワールド。モットーは、 ノンミニストラリー SED ミニストラル、ノットツービーミニスタードアントゥー、バットツーミニスター。全米屈指の最内艦名門シリーズ、リベラルアーツカレッジ。US ニュースワールドレポートの2019年ランキングでは、全米のリベラルアーツカレッジ中、第3位の評価を受けた。全米女子大学中のランキング1位。 各種の女子大学ランキングでは常に最上位に位置する長名門校。全米に限らず世界中から優秀な史女が集まっている。また、全米で最も美しいキャンパスのランキングでも常に上位に位置している。ありがとうございます。